帯足リング神社日の熊は、かつて、大和国高市郡にあった地域である。日の熊、日のひさすえ、日の熊とも。現在の奈良県高市郡飛鳥村大技、日の熊、栗原、み園のを中心に東はりつぶ、北は野口、西は高取川の東岸周辺を指した。日の熊は、飛鳥に隣接し、旗市などと、並び有力なトライ系氏族で日の熊まへみきとも。 称される山和の綾氏の本拠地である。山和の綾氏の祖神を祀る帯足シリング神社、山和の綾氏の宇治寺の日の熊寺、清水寺の創建に関係する小島寺、高松塚古墳や木虎古墳などの大陸風の壁画古墳がよく知られている。俗に本気に、坂上狩田麻呂が、後期三年と延暦四年の二度にわたり、坂上氏が同族である山和の綾氏を代表して、 公認天皇や官務天皇に建て祭った上評文が伝わり、そこでは五官霊帝の光栄と称する祖先のアーチオが王神天皇の時代二十七県の妊婦を率いて、くだらから日本へと帰住し、大和国高市に日の熊村を賜って居住したとしている。日の熊が大和の綾子の地盤であったことが伺える。古代日の熊は、日の熊側とも言われた高取川を生誕に、 北端を天武、児童天皇の日の熊王治領と金明天皇の日の熊境領を結ぶ丘陵、東端を日の熊王治領から中、小山古墳、高松塚古墳、天武天皇の日の熊安、高鏡陵、暮れ原石積、ヒトラ古墳を結ぶ丘陵に囲まれた地域と考えられる。南端は都来人の糖出土器や乾式系土器等が出土し、 大壁住居やオンドル等の建築移行も検出されている清水谷遺跡付近と思われる。ありがとうございます。